はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病と病生活の気晴らしいね、今日は車の中から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいな白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はですね、なぜこう車の中からと言いますかとですね、家族が、全身麻酔をねして手術をするのでですね、それの立ち会い人として病院に来ています。全身麻酔経験者としてね、来たわけなんですけども、その全身麻酔をやったきっかけがですね、僕がね、やったきっかけがですね、入院中に、去年の2018年の、去年、おととしか2018年の12月の末まで入院したんですけども、その時にやった内視鏡検査がきっかけだったんですよ。で、骨髄移植をするとですね、GVHD という、移植変態宿主病というね、病気というか、わかりやすく言いますと、副作用が起こるわけなんです。で、それの症状で、下痢嘔吐が結構続きまして、胃と腸をね、検査することになったんですよ。上からも、下からも、手すぎが変やな。上からも下からもね、内視鏡を入れてもらうのに、先生がね、当時の担当の先生がですね、全身麻酔でやりますと、言ってくれたような記憶が多分あるので、指示に従っただけなんですけども、その時のことを思い出すとね、本当にね、地獄でした。僕の場合はね。最近結構地獄の話ばっかりするんですけども、内視鏡のね、最中はね、全身麻酔中なので、何もわからんまま終わって、気がついたら病室のベッドの上でね、目を覚ましましたから、全く記憶がありません、本当に。ただ先ほどのその地獄というのはですね、何が地獄かって言いますとですね、その、全身麻酔をする前日の夜から、当日の朝までに、飲まなあかんかった、2リットルのね、腸内洗浄液が原因なんですよ。あれがね、まずくてまずくてね、もう仕方なかったんですわ、本当に。その、某スポーツドリンクに似た味付けなんですけども、似てるだけであって、めっちゃまずいんですよ。本当に。だからなのでね、今でも、某スポーツドリンクはね、飲めません。もうね、トラウマですわ、ほんまに。ソースもね、してないんで、そういうものは、糖分がすごい高いので、今の僕にはね、逆に飲まん方がいいからね、ちょうどいいんですけどね。で、ほんで検査のためにね、飲まなあかんけど、下痢嘔吐中なわけですよ。その飲まなあかん時もね。だからね、それ飲んだら吐くか、飲めても下痢なんですよ。結局のところ。でも検査のために、ただでさ吐きそうな、その味のね、洗浄液をね、飲まなあかんという地獄でしょ？そして飲んだら吐くという地獄で、飲めても下痢という地獄っていうその地獄だったんですよ。ほんで、当日ですよ。点滴とかめっちゃしてるからね、ずっと点滴生活だったんで、車椅子でね、手術室まで運んでもらって、手術台に座ってるとですね、喉のね、奥にこの内視鏡が通るためにですね、事前にね、局麻酔的な効果があるとされている、変な味のね、氷をね、舐めさせられるんです。氷ね。で、その氷にはですね、麻酔が混ざってるわけですよ。で、次はその、手術台のベッドの上に寝かされた瞬間にですね、看護師さん3人ぐらいだったかな、バーって入ってきてですね、めちゃくちゃ喋りかけてくるんですよ。で、僕の姿を見てね、で、僕の腕を見てですよ。点滴の後いっぱいあるね。よく頑張ってるね。今落ち着いたら大丈夫とか言って手とかさすってくるんですよ。看護師さんの3人、女の人がね。そんな感じでこうめっちゃ喋ってくるから、僕もね、そんな女の人にね、囲まれてですよ。喋りかけてられて、手とかね、こうさすられて、大丈夫って心配されてですね。気分というか、テンションがね、上がるわけじゃないですか。上がるんですよ。上がったんです。やっぱりね、僕も男なんで。
でまあそんな感じでね、その時はまあちょうどテンションも高かったし、体調もまあまあまあ良かったんで、ああ今は大丈夫っすよ、点滴もねもう慣れましたわって言うた次の瞬間にね、病室に戻ったんですよ。そうなんですよ、目が覚めたら病室の上でね寝てたんですよ。もうねあれはね笑けてきました。もう目開けた瞬間にえってなって、何が起こったかわからんかったんですよね。でもねその目覚めた瞬間はねめっちゃ気持ちよかったんですよ。あの気持ちよさはねもう一回味わいたいなーってねすごい思いますね。まあ、当時もねお伝えしたんですけども、アメリカの世界的超有名な某アーティストはですね、今回の全身麻酔で使った、僕が使ったね同じ麻酔薬をね、まあ、快楽のためにですね何回も投与しすぎて亡くなられたという事実がねあります。まあ、それをね看護師さんに聞いた時にはですねちょっとゾッとしましたね。でもまあほんまにね前日までの地獄を見てたのでね、挙句だしですよ、飲まなあかんまずやつ飲んで吐く、飲めても下痢で、地獄でしょ。でもほんまにこの前日までのね地獄を見てからの天国のような気持ちよさだったので、もう気持ちよさがのマシマシやったんですよ本当に。ほんでまあその内視鏡の検査の結果なんですけども、まあ胃も腸もまあひどくただられたとかっていうダメージをね受けている状態ではなかったので、まあ良かったです、何もなくてね。まあ次の日からまだまだその下痢嘔吐は続きましたけども、まあでも初めての内視鏡やったし初めての全身麻酔やったし、そのね貴重な経験をさせてもらえたと思ってね、当時は受け止めました。まあ、といった感じでね、まあ僕の全身麻酔の話だったんですけども、まあその家族がね全身麻酔を受けるということで今日はねまあ一緒に立ち会って、最初にねなんか筋肉注射みたいなをみたいじゃない筋肉注射を、打って軽く麻酔がかかった状態にしてたんですよ。でちょっとうとうとってしてきてるなーっていう状態をじーっと見てたんですよね。なんかねさっきまでビャーって喋ってたのに、ね、いきなりこうちょっとぼーっとしだして、でこっち見てもぼーっとしてるし、で椅子にこうグッてもたれかかったら動かんくなって、ああもう結構こう効いてきたなーっていう状態やったのをね見てるとねもうおかしなってきてね、でちょっともうあかんわってなって椅子にこう寝転がったんですよね、こうパターンとね。でそうこうしてるうちに病院の人らがじゃーってストレッチャー持ってきて、はいここに移りますねって移らせて、でそのままぼーっとしてて、でまあうとうとってもう寝たらええやんとか思うんですけども、でもまあうとうとってまあさっきまでね起きてたからねなかなかこう目つぶっても寝れない状態やったらしいんですよ。変にねうとうとしてるなって感じで、でまあそろそろ行きましょうか言うて、ストレッチャーバーって運ばれて、手術室の中に入った時に、よくあるじゃないですかこの寝ながらこうカポってしてこのままシューってこう麻酔が入っていくやつ、あれをこうずーっとやってるうちにもうスーッとこう目を閉じていって、でその確認のためにねまつげを触るんですよ、ペペペペペペってね、まつげを触って動かなかった、はいでは始めましょうって言って、そしたら間違いで待ってくださいって言って僕は外に出されてそのまま手術が始まりましたという感じで、今は待ち時間ですという感じでね、まあ、全身麻酔をしていると、その、手術をね、受けてもね、まあ、痛みを感じないので、まあ、良かったんですけども、で、まあ、2時間ぐらいで終わるみたいなんですけども、2時間後にすぐ帰れるかって言ったらそうじゃなくて、その後、なんか、予備期間というかね、回復時間か、が、また2時間いると。だから、手術2時間後に終わって、また2時間、回復時間で待たなあかんというような状況が続くので、まあ、結構1日、取られますけど、まあ、立ち会いにね、来たからもしゃあないんですけども、ね、まあ、そういう経験をね、まあ、こう、入院してたら、ずっと一日通して、ね、ずっと折れるんですけども、ね、こう、病院に来て、全身麻酔をして、まあ、当日帰れるっていう状況に、軽い全身麻酔であっても、まあ、それだけ時間がかかるということでね、まあ、体に負担かかると思いますけども、まあ、手術してね、良くなるんで、それは、まあ、ええかなと思っております。まあね、全身麻酔というのはそれだけ大変なことやということでした。自分の経験でも交えてね、お伝えしました。まあ僕はちょっと特殊やったんですけどね。まあ同じような経験されている方はわかると思います。では今日はこんな感じで以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。
この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。